ツールドフランス2017はツールドフランスの104回目のレース。ドイツノルトベストファー練習のデュッセルドルフからスタートし、パリにゴールするコースで2017年7月1日から7月23日まで行われた。当初はイギリスロンドンでスタート予定であった。しかし、大会の運営には3500万ポンド必要であったことから開催を辞退。 15年12月、ASO は、デュッセルドルフを、スタート地点にすると発表し、第1ステージは、同市内のデュッセルドルフメッセを、発着点とする 13km の個人、タイムトライアルを実施する。ドイツで、グランデパールを迎えるのは30年ぶり4回目であり、東西ドイツ統一後は初めて。ふとは、UCI ワールドチーム中時は、プロフェッショナルコンチネンタルチーム選手名が、 シャジの選手は新人賞対象選手。第一ステージでは、幸運の影響からか、落ち者が続出。4位沙義入れとアレハンドロバルベルデの有力選手2人が、第一ステージで落ち者リタイアするという波乱の展開に、雨の中ステージ後半でペースアップしたゲラント・トーマスが、自身初のグランツール区間優勝を果たす。総合上位陣では、クリス・フルームが、 他のライバルから30秒ほどリードを奪う。第2ステージでも雨は続き、途中フルームやトーマスが落ち者に巻き込まれるも、集団復帰を果たしている。昨年区間一勝と不本意な結果に終わったマルセル、キッテルがスプリント勝利。続く、第3ステージの最後の上りスプリントでは、ペダルが外れるというハプニングがありながらも、ベーターサガンが優勝。第四ステージで事件が発生する。 ステージ優勝は、フランスチャンピオンのアルノー・デマールが獲得したが、最後のスプリント時、マーク・カベンディッシュの走行を妨害し落ち者を招いたとして、サガンに失格処分が下された。判定は覆らず、サガンの失格、カベンディッシュの折りタイヤが確定。二人の有名選手が第四ステージで姿を消したことについては、議論が起こった。今大会最初の三角ステージとなった第五ステージ。 最後のラプランシュで、ベルフィーユで、ファビオアルがアタックを仕掛ける。後続は牽制ムードとなり、アルトの差が開いていき、結果アルは、自身初のツール区間優勝を手に入れた。続いて、ダニエル・マーティン、フルーム、リッチー・ポートとフィニッシュし、マイヨ・ジョーノは遅れたトーマスから、チームのエース、フルームへ移動。第6、7ステージはキッテルが二連勝。特に第ステージでは、 エドバルド・ボアッソン・ハーゲンをミリメートル差で下し、マイオベールに袖を通した。第8ステージでは、最後の上りで、リリアン・カルメジャーヌがアタック。途中足が釣り失速するも何とか追走する、ロベルト・ヘイシンクから逃げ切り、今大会フランス人に正面を上げた。今大会のクイーンステージと目された第9ステージ。 超級三岳三連発という厳しいコースとなり、デマール含め FDJ はこのステージだけで4人を失った。マイオのフルームにメカトラブルが発生した際、それを無視してアタックしたあるオポートが止め、フルームの復帰を待つという、友人であり元チームメイトでもあるという絆の深さが伺えたが、そのポートが最終三岳の門流舎の下りで落ち車しリタイヤ。 この落ち者に巻き込まれたマーティンはレイエースを続行するも、大会終了後に骨折が判明した。その後の5名でのステージ争いで勝利した、リボベルトウランが総合4位に浮上。ステージ3位となったフルームはマイを守ったが、このステージでトーマスが鎖骨を骨折し、リタイアとなり、重要なアシストを失ってしまう。ジュラ山脈での激戦の後、ピレネー山脈への移動コースとなった第10。 11、ステージで、キッテルが再びに連勝。ドイツ人のツール最多ステージ優勝記録を更新した。超級山岳、バレストウと最大勾配15%の激坂、家、ペーラギュードが登場した、ピレネーの難関ステージとなった第12ステージ。最後のペーラギュードでアタックしたアルをさらに追い抜いた、ロマンバルデが、ステージ優勝。ここで22秒遅れたフルームに代わり。 アルが、マイオジョーヌを獲得。第13ステージでは、山岳賞ジャージを着るアレン・バルギル、ジロの疲労から抜け切れていないことが明らかになったナイロ・キンタナ、かつてのツールチャンピオンアルベルト・コンタドール、フルームの山岳アシストながら、総合上位にいるミケル、ランダの4名の逃げ切りが決まり、フランス人バルギルが、フランス革命記念日に勝利、アルはマイオを守る。 パンチャー向きコースの第14、16ステージでは、ポイント賞を狙うマイケル・マシューズが優勝。キッテルとのポイント差を大きく縮める。総合上位陣の順位変動が起こり、第14ステージでは、ゴール前の位置取りに失敗し、タイム差を取られたあるをはためにステージ7位となった、フルームが、毎夜上流を上寮奪還。中央3回を舞台にした第15ステージでは、 コンタドールのアシストであるバウクモレーマが 30km を独走して、ステージ優勝を勝ち取る。フルームは途中メッカトラブルに襲われたものの、チームメイトたちの身を粉にした全力の追走により、集団に復帰してフィニッシュし、前を守っている。超級山岳、ガリビエ峠を越える、第17ステージ。コンタドールが再び逃げに乗るも、ガリビエ峠でアタックした、プリモシュログリッチに追いつけず、 さらに、メイン集団からも遅れてしまう。ログリッチは、高い独創力を、遺憾なく発揮し、ステージ2となったウランに1分ほどの差をつけ、スロベニア人として、初めてツール区間優勝を果たした。このステージで起こった、集団落ち者により切ってるがリタイア。マイヨベールは、マシューズの手に渡った。イゾアール峠への頂上フィニッシュとなった第18、ステージ。 イゾアール峠でアタックした山岳王バルギルが先頭を走っていたダルウィン・アタプマを残り1トルで千切りステージ優勝。同時に山岳賞獲得を確定させた。フルームはイゾアール峠の途中にある短い下りの直前の上りでアタック。ダウンヒルが得意なバルデと遅れてはならないウランが追いつくが、 先にアタックしていたランダと合流したフルームのみ、アシストがついて有利な状況となる。しかしラストでランダとウランは遅れ、ステージ3位争いはバルデとフルームに絞られる。第9、17ステージとスプリントでバルデを下していたフルームは加速せず4位で、フィニッシュ、ステージ3位でボーナスタイムを得たバルデが総合順位でウランを逆転する。 細かな起伏に富んだ第19ステージでは逃げが決まる。ラスト 2km にあったラウンダバウトで右側を選択したボアッソン・ハーゲンとニキアス・アルントが逃げ集団から抜け出すことに成功。直後にボアッソン・ハーゲンが再加速しアルントをちぎる。そのままゴールまで逃げ切り6年ぶりのツール区間優勝を果たした。 マルセイユでの個人タイムトライアルとなった勝負の第20ステージ。個人 TT オリンピックメダリストであるフルーム有利の中、バルデとウランの総合順位争いも注目された。ステージ開始前の両者のタイム差はわずか6秒。タイムトライアルを得意とするウランに対し、タイムトライアルを苦手としてるバルデ。総合4位につける副兵、ランダムタイムトライアルはそこそこの実力を持つため、 バルデとしては、ランダーも警戒しなければならなかった。52番手スタートの松江・ボドナルが、トップタイムをマークする中、個人 TT 世界チャンピオンであるトニー・マルティンは、上りの勾配の厳しさに苦しみステージ優勝を逃し、ポーランド TT チャンピオンのミハウク・クフィアトコフスキーが、ボドナルのタイムに1秒遅れと、ボドナルの、トップタイムが破られないまま、総合上位陣がスタート。 総合10位につける、コンタドールが好調な走りで、総合9位バルギルを逆転。マイオブランを切るサイモンイエーツは、マイオブラン争いのライバルである、ルイスメインチェスト、同タイムでフィニッシュし、マイオブランを確定させる。そして、総合トップ3がスタートする。総合3位につけるウーランは、序盤から、快調なペースで進む。対する、バルでは、運悪くこの日。 バッドデーが来てしまい、ステージ中盤で、ウランの総合2位は決まったも、同然となり、バルデは総合4位転落の危機と戦うことになった。残り 1km で、最終走者フルームがバルデの姿を捉えるも、バルデは30分18秒のタイムでフィニッシュし、2秒差で表彰台を守った。直後に、フルームもフィニッシュ、ステージ3位となり、 事実上ここで3連覇4度目の総合優勝を確定させた。ボダナルは嬉しいグランツール初勝利を飾り、第11ステージで残り250メートルで吸収された雪辱を果たした。最終、第21ステージでは24歳の若手、スプリンター、ディラン・フルーネベーヘンがアンドレ・グライペルのシャンゼリゼ連勝を抑え優勝。総合上位陣も無難に乗り切り、 フルーブは4度目の総合優勝を達成した。ワレンバルギル、ありがとうございます。